さあ私たちは戸倉駅にやってきました。イエーイ。今日は戸倉上山田温泉の夏祭りということで、はい、出汁や花火がいっぱいあります。それでは今日も一日楽しみましょう。ただいま開催式が終わりまして、あちらの出汁には芸者さんが乗っています。いよいよ出汁が出発しました。すごい獅子舞。すごいすごい迫力あるね。芸者さん美人。いや夏が始まった感じがしますね。始まるね。こっち来るよ。すごいすごいね。たくさんの方も見に来てますね。あ、音が大きくなってきた。近づいてすごい獅子舞。はこの出汁が通る道中を清めて歩いてるということで、どうでしたか？いや初めて見たんだけど、はい、ちっちゃい子もいて一緒に歌ってて可愛かったね。すごかった。どうだった？私はなんだろう、こう全体的に、まあ、初めて聞いたっていうのもあるんだけど、すごくなんかね、神秘的だなと思って、うん、すごい落ち着きます ね。日本文化に触れた感じで、やっぱ夏だね。日本の夏だね。あっちに馬が来てるんですよ。お子さんたちもたくさん集まってるので、私たちも行ってみましょう。行ってみましょう。はい、3列目。はい、カマン。嬉しそう。
うね、後ろ姿が。今日一番馬楽しみにした人だからね。あ、すごい笑顔だよ。いいね。子供にも負けないぐらい笑顔だよ。足長いね。それは思った。馬も長いけど、さきちゃんも長いね。嬉しそう。はい、ありがとうございます、はい、じゃ左足に体重かけて右足を後ろへ振り抜くように。はい。あ、すごい、うまい、うまい。テンション上がってる、すごい楽しい。よかった、はい、かわいい。じゃあ、ゆかきの人、まず持ち上げて、体をグッと持ち上げて、あ、ちゃん待って、せーの、はい。いかないんだけど、私。はい、ある、ある。はい、せーの、はい、はい、ちょっと待って。じゃあこっち足グッと伸ばして、はい、はい、え、こっち、はい、あ、乗れました、はい、ありがとう、よかった。すごいね、似合う似合う。まだ乗ってる感じある。まだ乗ってる。もうゆかちゃん乗ってるよ。すっごい楽しい、うん、あの子供に負けないぐらいの満面の笑みだったよ。すっごい楽しかった。ゆかちゃんクールだね。なんか街中普段あれで歩いてそうだね。いや、似合う、はい、いやいいわ、いい感じ、似合ってる似合ってる。はい、あー、はい、どうも。え、足どこ、はい、じゃ左足をね、ここ入れてグッと伸ばして、はい、はい、で右足を振り、後ろへ振り抜くようにさ、はい、はい、サンキュー、サンキュー、はい、じゃあ、ありがとうございました。あー、すごいね、よいしょ、はい、右足グッと伸ばして、はい、はい、あ、足が短い、あ、はい、はい、いきます。高い、高いね。目でもそんな高くなさそうなんだけど、ね、結構高かったね。楽しい。あ、うわ、はい、なんか緊張した。左足に体重かけて、はい、で右足を後ろに振り抜くようにね。そうそうそう、自転車を降りるように。はい、あ、ありがとうね。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、でも今すごいドキドキした。乗るのすごい苦労したよ。すごい今緊張した。おお、緊張して足ピーンってなってたと思う、多分。さっきすごい満面の笑みだったね。楽しそうだった、一番楽しそうだったよ。すっごい楽しかった、うん、いや、私はちょっとね、初めて馬に乗ったんですけど、うん、大変、乗るの怖かった。乗るのに、乗るの苦労してたね、うん、なんかね、重くないかなとか、こうやったら痛くないかなとか、いろいろ考えちゃって。すごい、馬に対してそんなこと考えてなかった。考えちゃいましたね。優しいよ。なんかもう普通に緊張しちゃった。なんかあの硬直しちゃった。まだドキドキしてる。うん、高いね。高いね。結構高いね。結構高い。子供笑顔で乗ってるけど、あれさ、落とされそうで怖くない？足落ちるんじゃないかなと思って。こうなってくるの。怖い。いや、貴重な体験ができました。それでは高野さんはどのようなご役職でやられてるんでしょうか。はい。今年の平成26年度夏祭りの祭典総代という役目をしております。はい、私たちこのお祭りまだ初参加でわからないことがたくさんあるので質問させていただきたいんですけども、はい、どうぞ。このお祭りはどれぐらいの歴史があるんですか。はい、今年で87年目になります。すごい、87年目。ただあの戦争中中断していた時もありますので、回数でいうと75回目になります。歴史あるお祭りなんですね。はい、はい、高野さんはこのお祭りにご参加するにあたって、はい、どのような気持ちなんでしょうか。はい、この戸倉上山温泉夏祭りはあの水天宮をお祭りしてるんですね、うん、はい、で水天宮というのはあの川の神様、水の神様なんですね、うん、ここ戸倉上山温泉というのは、まあ、100年以上前にあの開湯された温泉地なんですけども、まあ、千曲川のと一緒にまあ歩んできた温泉地なんですね。で、まあ何でしょう、千曲川っていうのは水害も起こすけれども、いろいろな恵みも享受していただけると、そういう存在ですので、千曲川が氾濫せずに、水害に襲われずに
そして、千曲川の恵み、魚も取れたり、その水によって、作物がよく取れたり、そういう恵みを享受していきたいと、そういう願いが、まあ、水天宮というお宮に込められているんですね。そこをお祭りするその神様に感謝をして、ますます、まあ、発展していかれるようにっていうふうに、まあ、記念するのが祈願するのがこの夏祭りなんですね。水の神様なんですね。はい、ここまでお祭りも進んできましたが、はい、終盤に向けて何か意気込みをお聞かせ、はい、聞かせてもらえれば。わかりました。あの天気の方が最初心配されたんですけども、はいはい、あの雨の予報は、まあ、少し外れて逆に暑くなってますんで、まあ土砂降りの雨、のようなものがあるよりはずっといいんですが、ただ暑いので脱水症状になったりする者たちが出るといけないので、よく水分補給をしながら、まあ、後半、へばらずに頑張って最後まで盛り上がっていただければと思っています。はい、これからの歴史はどうやって引き継いで。そうですね、まあ、温泉地も100年続きましたけれども、これから100年、まあ、盛んにこの温泉地もやっていきたいと。それには、まあ、若い人たちがこの温泉地を支えていってもらわなければならないと思うんですね。でこの夏祭りには若連といいまして、若い衆が500人ぐらい参加しています。みんなこの神山の温泉を愛してくれている人たちですので、彼らが大人になり、またそして、支える、この温泉地を支える人材になれるようにですね、自分も見守っていきたいし、まあ、彼らもその気概を持って、今後町の中で頑張っていってくれればと思っております。素敵なコメントありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。